7秒、6秒、5秒、4秒、中アウダーからベクトン、うん、今日はそうしたところも修正したいところ。前田からソロモン経由してマブンガ、はい、エンマンボールスイングしてアウト。ここは前田ブロック。6秒、5秒、4秒道を作ってアリウープ。第2クォーターはこの横浜と島田はですね、平均、試合得点が、70点切ってるんですが、はい、第1クォーターで27点は381日ぶり。松脇スリー、ここが始まった。こちらはベクトンから、あとこのパス読んでいた松脇、ダノバ、松脇からソロモン、交換ダンク。マブンガからベクトン、ここはぽっかり空いていました。モリーから自ら行くか、うん、モリスへ、エンワン逃しませんでした。パトリック・アウダー、好プレイ。さあ残り5秒切っている。マブンガー、ダーショーティングスリー、5対54今なりプレー。ハーフラインから森川に渡る。アウダー右手でかわして、なかなか修正されてきませんか。ウトからマブンガ、もう一度5分の4ですか。5分の4です、ごめんなさい、手元の集計で5分の4になります。それでも素晴らしいですね。アクチェンバース62対57、5ポイント差。相手はマンツーですね。ミート、そしてプットバックダンク、リチャード・サロモン。ミートからスミス、長いウィングスパン、ソロモンで、スミスからソロモンのアリウープ、そうですよね、結果としてダンクですね。山口からスミス、中ソロモン、もう一つ、ここはスミスが掴んで、試合終了、84対64、84対64。